みんなやることがたくさんあって、本当にやってもやっても足り稽古時間足りなくて、7年ぐらいはね。7年は1ヶ月だよ。それは足りません。それぐらいだから、ただ本当にひたすらもこの1ヶ月半は黙々とというか稽古場はもうみんなで集中して、気づいたら毎日夜の終わり時間になってて集中し続けたなっていうのが稽古場でしたね。はい、一番稽古足りなかったね。そうなんですか。人並みですか。よくね、パッと見るとね、好きですよね。大好き、もう本当にこう癒される。でも本当にね、僕っていうかもうね、いつからやられてるんだろう。でも1年とか2年半前、まあちょっとどこかですよね。7年に必要なところ1年しかいかないんですよ。どんなのかいけないんですよ。ですね。いやでもすごいですよ、もう稽古中もずっとどん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 こう上手くなっていくのが、やっぱ目に見えてね。だから曲中でもちろんこう一緒にやるところもあるんですけども、まあ、稽古場でまたやるのとバンドが入って、バンドの音の中でやるのもまたね、はい、そこの微調整もちょっとこれから、もちろん明日本番なんですけど、どん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 またこう、やってらっしゃっていたらなっていうふうには僕は思ってますけど。僕は人生で踊ったりしたことはほとんどなかったので、やっぱりこう、リズム感とかそういうところからやっぱり教わらなきゃっていうところで、すごく時間をかけさせていただいたんですけど、稽古場にいた、まあ、入って、全体稽古の前から担当だとかをやらせていただいてて、稽古場入って、浩二さんにお会いしたときに、僕が何ヶ月もかけて、できるようになったステップをすぐできるようになった。それもあっているんですけど、でも本当にまあ、タップ以外でも、その身体の部分で、本当に毎日、感動させられるというか、はい、いろいろもうたくさんお揃いました。はい、あ、もちろん、はい、なんか本当にこう今日本番初日が近づく中で、やっぱり武井さんは演じて、もうよしこれでいいって思える瞬間って絶対なくて、もうやってまいっても足りなくて、そういった存在ですので。なんかそんな心境の中で、この心強い皆さんというか、どこからなんかこう、その緊張感を楽しむことができる人たちばかりで、その人たちと一緒にいることで、なんかすごく、なんていうんですかね、勇気をもらって、そんなにこう、プレッシャーを、なんか余計なものを背負わず、入っていけそうかなっていう気もしています。盗んだこと、やっぱり稽古場で、俺、財布からちょっとお金がどうしたか。それ違う。いや、全然いいですけどね。本当に、浩二さん、稽古場で本当にいろいろ試されるので、やっぱりもうみんなスタッフさんも増えて、みんな今日は何言うんやろっていうのをすごい楽しみにしているところがあって、で、本当に今、浩二さんもおっしゃってたように、本当にこれみたいな答えっていうか、まあ、もちろん大きな流れはあるんですけど、一つ一つの細かい部分っていうのは本当に日によって自分もやっぱりコーチさん見てて、なんかいろいろとアイディアが出たら試したいなって思う部分もあったりとかもして、なので本当にそういうところはすごい学ばせていただきました。本当にミュージシャンに立たせていただいて、この作品がぴったりの舞台だと思いますし、すごく非日常を感じられる劇場だなというふうに感じるので、平日のお忙しい中来ていただく方もですけど、なんか本当に時間をとって、見に来ていただいた方には、なんかいい一日になったなって思ってもらえるように、全身全霊で感謝してやります。I'm not afraid of the dark.
方だ。信じられないから。